まあ、これだけ、ね、攻撃的なサッカーになっている中で、はい、チャンスもいい、ね、高橋から上げてくる、ちょっと重なっている、あとはちょっとどういう影響もあるでしょうね、今もね、ホベルト、山本雅樹、ホベルトとのマッチアップすぐに見つけましたね、今キーパーの山本海斗が。清水の攻撃陣も非常にこのところ好調で3試合で10点取ってるんですが、はい、その攻撃陣をここまではよく抑えています。まもなく前半の25分を迎えるところです。あの両チームとも練習直前の練習見に行きましたら、やはり同点スコアレスドローの PK 戦まで、しっかり考えてまして、でしょうね、選手全員によります PK 練習も行った両チームです。いいタイミングで上がってきますね高橋は。止めると高橋空いている、どちらに入るか、コベルト拾う、左には藤田もいる、左足のオベルトのシュート、これね、やはりウェズレーが少しね動きが少ないですから、はい、なかなか簡単には出せなかった、ちょうどディフェンダーと隠れてましたんでね、まあ、逆に言うとどちらも警戒してるんでしょうけどね。そういうことですね、はい、さあ今今日スタメンの藤田からドリブルで上がってウェズレーのボールを奪った清水エスパルス、いましたからの強さ、こういったあたり大分の目指すところです。ディフェンスの裏に出そうというふわっとしたボールです。コベルトが対応していきます。枝村をかわしながらピッチの外です。このホベルト、エジミューソン2人のボランチ、ここも非常に困ったところ、チャンスを掴んでいる大分、金崎狙っていった、ヘディング決めました、先制大分、手元の時計で17分、セットプレーから大分が先制、ね、はい、さあ今のシーン壁の外ですね、巻いて、そしてこの後、はい、ホベルトがそうですね、よシュートかモーションだけ横に預けます。さあ小林陵、セタホベルト、まだ持っていきます、ホベルト左足のシュートは面白いシュートでした。ホベルト、あのみんなあんまりちょっと寄せるのが遅れたらいいシュートでしたね。これですね、これ結構クロスバーかすめましたよね。うん、ギリギリですね。ゴールキーパーソガータもちょっと驚きてましたよね、はい、一瞬の隙をついてホベルトがシュートを、さあ1点を追いかけます京都サンガ。逆にその智将加藤久監督の後半のプランをどうこの京都の選手たちは体現していくのか。そうし、ホベルトがシュートを放ちました。今ぽっかりとスペースに空きましたね。ホベルトの粘りがここで出ました。あ、そのホベルトの前にまたボールが行きます。逆サイドウェズレイ、ヒールで落として、前節からベンチに入っていますサワイリー茂雄ヘッドコーチです。トヨタ自動車、そして92年から95年はグランパスで活躍をしました。さあ大分とリーダーチャンスをつかみます。大分、小林からクロスが入ってきて、ボスナーのクリアが小さくなった。もう一度小林です。ホベルトのシュート、少し変化をしていました。ここは立石キャッチしています。大分トリニータ、初めてのシュートは3番のホベルト。あ、これ最後はね、はい、ホベルトのシュートですよね。大分がもう下げざるを得なかったですね。プレスのかけ方いいですよ、はい、エジミルソン、ホベルトです。ここでね、はい、エジミルソンがスーッと出ていくんですよね。今、はい、今ね、走り込んでいきました、はい、これをね、掴まないと怖いですね、はい、こういうとヘッドは森島入ったか、センタリングですよね、ホベルトからエジミューソン、はい、このラインですよね、立ち上がりからね、エジミューソン若干影響しているのかもしれないですね。あのピッチ上もかなり気温が上がってきているように感じます、さあここは小林弘之がカバーしています。ボール奪い返した大分のダブルボランチ、今日はホベルトとエジミューソン、ホベルトが怪我から戻ってきています。ホベルト選手が戻ってきたのはでかいですよね。そうです、まあ、2人同時に出てきます。パウリーニョと安藤が準備をしています。パスパス、
ジョンスから指示プレー。もうすでに両サイドバックは高い位置を取っています。京都サンガ左渡辺、サポートには林がいる。角田も来る。相手に山形ボールです。古橋、佐藤健太郎、ホベルトが必要なマーク。ボールを奪い返すウェズレイ、ワンツーで茂木です。2試合連続スタメンに入っている、フォワード入っている茂木。ここはホベルトがスライディングタックルで、やはりね、はい、大分の潰し屋ですよね、ホベルトうまく潰しましたけど、神戸としたらね、今の場面キーパー触るが、セカンドボール、ホベルト決まった。すぐに追加点です。サガン鳥栖コーナーキックから、そうですね、アウトスワーブからのボール、両手で弾いたんですけどね、ちょっと距離が出ませんでした。本間のプレーゾーンのディフェンスの場合はどうしてもこういう風に漏れるとですね。こぼれてきたボールをこのホベルトが、あっと山形足を取られた。島田からのボール、日高、ちょっと山形辰徳が足を取られてしまいました。しかし今度は大久保、ここはホベルト、そして落ち着いて高知へ。さあ高知、はい、高知が右の外へ出ましたね。なるほどなるほど。ですからボランチが高橋とホベルト、はいはい、そして高知を右サイドですけどね、そういったね形、攻撃的な位置に上げましたね、はい、ホベルト、ホベルトからの展開。さあ前節はこの展開から柳沢、ああ柳沢だ、エリア内にはハーフダーメイク。柳沢どうするか、かわすか、柳沢戻して、まだある、左足のシュート、コースが変わる。守りでした。いや今のところもですね、よっぽど体がやっぱりいい状態じゃないとできないようなプレーですよ、はい、なるほどね、はい、すごい能力ですね。さあ中盤、エジミウソンからホベルト、そしてウェズレーに、もう一度ホベルト、サイドに切って高橋。さあ前には金崎と前田が待っているんですが、なかなかそこに繋がらない。左サイドに鈴木が待っていますが、そこにも渡りません。ここでようやく鈴木です。藤田がプレスをかけていく。ホベルト、ホベルトには西。さあここ前田を経由してというところですが、サイドオフサイドフラッグ。深谷がイエローカードを2枚もらって1人少ない状況の大分。さあボールを回す、短いボール、いやしかしさあこのボールは大分に出ます。じゃん、ぐらついたぞ。ホベルト、よく回って、この辺りね、ホベルト頑張りますよね。ホベルトという人は小宮山、ロニー収めてホベルトが取り返す。このスペースに根本は間に合いませんでした。そうしています。まあそこはかなり厳しく来るでしょうね、はい、右に流れた田代、真ん中にマルキーニョスです。田代キープ、ここにホベルトがついています。ホベルトは左足のクリアです。拾った内田篤人、内田は仕掛けます。ここはしっかりとカバーがあります。ターゲットウェズレイ、拾った橋本、落として山崎から岡本、岡本ちょっと後ろからホベルトプレッシャーに遭いました。の前までは沢入りヘッドコーチがですね、はい、その意向を組んだ中でやったところはあるんですけれども、当然ね、はい、本人が指揮を取るトレーニング全然変わってきますからね、ここは抜けてきた青木亮太、ここはタッチボールライン奪って鳴岡、リターンを受けて駒野下げます。鳴岡がちょっと倒れています。ディフェンスラインの裏に出していく、競り合ったボール、こぼれたところセカンドボール拾った上田。